今日は長崎と善悪のリハーサルです。ちょっと待って、今日雨？前髪が伸びてもうさ、目にかかって邪魔。めっちゃ雨。じゃあきっと福岡も雨だね。アイアライブどんな曲やるか楽しみ、うん、楽しみにしててください。ぜひ出せるように向かいます。行きました。行きません。行きません。それは黒さんハートありがとうございます。あいたかさんハートありがとうございます。フラさんハートありがとうございます。とレッドファイブさん、グーグーありがとうございます。ミャンタさんハートありがとうございます。西健さん、植物ありがとうございます。クラインさんハートありがとうございます。ナナちゃん、植物ありがとうございます。博多なるなるさんハートありがとうございます。前田くん、植物ありがとうございます。マハムロさん、かわいいありがとうございます。ポテチーさんハートありがとうございます。京子のごろさんハートありがとうございます。イムジジエさん、かわいいありがとうございます。クラインさんハートありがとうございます。森城さん、だるまありがとうございます。サケサケザッキーさんハートありがとうございます。みちろうさんハートありがとうございます。黒さん、グーグーありがとうございます。安則さん、ハートありがとうございます。近畿まだ梅雨入りしてないだって。近畿地方といえば、どこら辺？昨日は涼しかったね。昨日は暑くはなかったね、全然。ちょっと待って、なんかめっちゃ今不安定な。あ、関西。昨日はね、肉巻きおにぎり作ったんですよ。めっちゃくっちゃ美味しかった。最高でした、マジ本当に。めっちゃ美味しかったです。
コーペ坂上がり公園でおすすめの曲を教えて、坂上がり以外で。おすすめの曲、なんか否定のレクイ…ん否定のレクイエム、否定のレクイエム、レクイエム、っていう曲はなんかめっちゃ頭に残って好きなのと、あとは To be continued みたいな、もういい、なんだか好きかな。パーティーがめっちゃ好き、街中のパーティーがめっちゃ好きですな、といい曲多いです。彼女が残したものは、大事にヒーテイのレクイエム、で、パーティーは街角でパーティー始めればいい、逃げ巻きおにぎりの中身はチャーハンにすれば、確かにそうすると部活できますね。明日はラスト14歳ラス…ん間違えた、このペン14歳ラストのココ店に行きます、ありがとうございます。明日は…そうね、明日は…あ、そう、明日のココ展はなんか舞台の方が何人か見に来てくれるらしくて、なのでが楽しみですね皆さんもぜひ、明日は土曜日なのでぜひ皆さんも見に来てください。イヤホン忘れて無音配信、なんか音出てかわいそう、今ね坂上が言おうとする。あさってハイタッチ会ってやばくない？もうびっくりなんですけど、沼さんはどうなん、誰が来るかっていうのは聞いてないけど、舞台の方が何人か来てくれるっていうのは聞いてます。え、ひよりさん来るかな。ひよりさん来てくれたらめっちゃ嬉しいんだけどね。2人？と
か言ってた気がするね。きよりさん人気よね。うん、優しいしね、かわいい。前髪で美味しそうですよ。美味しそうですよ。めっちゃ美味しかったです。うらちゃん来るかな。そうね。どうだろう。でも見に行きたいって言ってたから、いつか来てほしいです。もうほんと明日誰来るか分かんないから、なんとも言えない。あっ、不安定すぎるんだよね今。なんかクッションとクッションの間に。ハイタッチ衣装か私服か言っていいのかな。昨日方の香り変えました。普通のと辛口、激辛は怖くて手が出せなかった。激辛私はちなみに工場見学で食べました。激辛味まあまあっていうかめっちゃ辛かったです。でその激辛味を開発された方とも会いました。早くね、工場見学の YouTube 見たいですね。いつくらいに放送なんでしょうか。放送じゃないや、アップ、 YouTube に載る。でも東仁先生とさ、なんだっけ、平尾先生、目撃者公演見てましたよね。目撃者公演見に行ってたよね、二人で。じゃあいつかここ店にも来てくれたらいい。ふう先生とあいちゃん一緒に来てほしい。ダメです。たいらちゃんありがとうございます。三能がはい、教えておいてあげて。あやの曲全部覚えた。全部、あとね2曲覚えないといけません。
神戸も中3です。中3、中3はもう勉強が難しいですなんか中3ってさ、なんかさ12月くらいに全部試験、じゃあ勉強の中3で習う内容を終わらせて、12月あたりからもう試験の勉強みたいな感じらしくて、だからめっちゃ授業を進めるペースが早いんですよ。めちゃくちゃもう置いていかれるってなってるから、学校の話、学校の話は何があるかなうーん、なんかこの間先生とね1対1で話すなんか面談みたいなのがあって、そこでなんかどんな話したっけな、なんか面白いことがあったんだよね。あれどんな話したっけ、なんで笑ったんだっけ私。忘れちゃった。頑張れ受験生、沼さん来て48番の席に立って人生相談にスポットライト浴びてほしい確かに、ぜひ48番歌ってください昨日はリハ終わって、なんかココテンの曲の歌詞を想像してたんですよ。想像してたっていうか、その歌詞の意味をえぐっちゃんと一緒に考えてたんですね。なんかで一番いいのは人生相談だっていうことに気づきました。一番いい歌詞は私とえぐっちゃんが推測する内容なんだけど、人生相談が一番いい内容っていうか、わーってなったので皆さんもぜひ人生相談歌詞調べてやってみてください。うん、55分って教えて。え、切ない人生相談、なんか私さめっちゃいい感じに捉えちゃった。なんかそう歌詞をね、そういうの解釈っていうのをめっちゃするのめっちゃ好きなんですよ。でその解釈してたどり着いたのは、その48番に座ってるファンの方は幼馴染なんですよ、その女の子のっていうことに気づきました。なんでみんな幼馴染っていう気持ちで、その推しの幼馴染っていう気持ちで座ってください48番に。私の、まあ、なんだっけ幼馴染っていうさ歌詞ある。幼なじみコーヒーだけで聞いてくれたってその後あるから、多分ファンの方が幼なじみなんだよ。57分そろそろランキング読んでいきたいと思います。と
13位、ごはんまんさん、ありがとうございます。12位、ザクザクザッキーさん、ありがとうございます。11位、にしけんさん、ありがとうございます。10位、ホタテさん、ありがとうございます。9位、マハマロさん、ありがとうございます。8位、ただの魚さん、ありがとうございます。7位、MJ ジェンさん、ありがとうございます。6位、博多のなるなるさん、ありがとうございます。5位、ポテジーさん、ありがとうございます。4位、ヒデさん、ありがとうございます。3位、クロさん、ありがとうございます。2位、マイドくん、ありがとうございます。1位、タモちゃん、ありがとうございました。それでは、終わりたいと思います。では金曜日、皆さん一緒に頑張っていきましょう。じゃあバイバーイ、ありがとうございました。